ガンバの試合に行った時かな、ガンバのサポーターの方がこう寄ってきて、3ヶ月の法則、3ヶ月の法則ありますから。そうだから2年半リハビリした時は何回来たんだそういうのがっていう。いや2年半とかちょっと半端ないよな。なんかまあその引退してさ、まあ、FC 東京とのこの関わり合いとかさ、はい、やっぱさ結構引退してる選手も増えてきたし、うん、でまあなおみたいにさ、まあ、コージもそうやん、そうですね、CRO とかさ、うんうん、ケンゴはさ、FRO やったっけ、うん、フローやろ。いや、ターレまでつけたらええやん。フロンターレみたいな、なんだっけあいつ、フロンターレ、リレーションオーガナイザーとかね、はい、ターレやから谷口とか、泣きそうな名前になってまうけど、でもそういうのはちょっと気になるの、こう人のそういうの気になる、うん、気になります気になる。もちろんもちろん。まあいやでもそのやってるねことみたいなのを、うんうん、それぞれがやっぱりこうなんかこう増やしていけば、はい、しさそれぞれの形があると思うしさ、そうですね、はい、俺だからそのなおがこのクラブコミュニケーターってなった時に適任やなと、うん、やっぱコミュニケーションという意味でやっぱクラブってさ案外選手内でのコミュニケーションもそうやし、うんうん、選手とこうコーチングスタッフ監督とかのコミュニケーションとか、うん、クラブの人とのコミュニケーションとか、うん、まあサポーターも含めてやな、このコミュニケーションっていうのがさすごい難しいというかさ、うんうん、そういう意味でなおはこう最高やなと思ってないけど、そうですね、選手の時もそのクラブスタッフと話をする機会っていうのは他の選手以上に多かったと思いますし、まあ、もちろん選手の近くでいうと広報周りとか、うん、そういったところがメインかなと思うんですけど、うん、まあ、事業系だったりするとスポンサー周りとか、うん、まあ、いろんな部署がある中で、うん、じゃあ何をしているのかってことをまず知るべきだし、うん、自分が引退をして知った上で、うん、選手たちに伝えることもそうだし、うん、じゃあ選手の思いを自分が経験してるんで、うん、その経験をもとにじゃあそういう人たちのビジネススタッフをつなげ、うん、まあ、今はどちらかといったらクラブの中もそうですし、うん、外への発信というか、うん、別にそれが広報的なものというよりは行政とか地域とか、うん、スポンサーさんとか、うん、とのなんかこう思いをつないで形にするっていう、なるほどなるほど、だからクラブ の, その価値を高めるためのコミュニケーションをどう図るかっていう、うん、それはさそのコミュニケーションっていうのはさ、まあ、人それぞれのやり方が違うわけやん、はい、でなおはさその選手が例えばこういろんなこと思ってますせみたいなやつやとしたらさ、はい、どういうふうにこうそれを感じてどういうふうに例えばクラブのスタッフとかに言うって言ったら考えるの、うん、そうですね、でも逆に聞かれることとかの多いかもしれないですね、うん、あクラブのスタッフから、はい、とか あとはもちろんその僕は選手での経験はありますけど、うん、今の選手たちの思いっていうのももちろん自分基準ではいけないわけで、うんうんうん、僕はこう思ってるけどでも選手はどう思ってるかわからないし、うん、そこはねコミュニケーション取って、もちろんその選手に近い強化部とか、うん、そういうスタッフとのコミュニケーション取ることだったりとか、うん、だからもうたわいもないんですけど、うん、でもその距離感ってすごい大事だなと思って、せやな、何かをこうしようと思ってコミュニケーション取るのも大事ですけど、うん、もうそこの近くに行ってたわいもない話しながら、そう、ね、ちょっとそういう話になるとか、そう、ね、っていうところの感覚です。だ仕事してんのかしてないのかっていうのあるんですけど、いやだからこれ難しいのが、うん、あんまりこの入りすぎたりとか、うん、がっつり行きすぎるとこれをやらなければいけないみたいになってもうたら、うん、なんかできることもできひんようになったりとかさ、うん、がすごいあると思うね、うん、だそこの距離感バランス感とか、うん、そういったところはすごい注意というか意識してますし、うんうん、でも一番はそのクラブに興味を持つこともそうだし、うん、その人に興味を持つ、うん、でやっぱり自分が思ってる印象、うん、相手からするとまた違うかもしれないし、うんうん、自分のことどう思ってるのかっていうことも含めて話をしていったら、うん、あ実はそうだったんだねとか、うん、なるほどっていうなんか関係性を別にクラブの中だけじゃなくてスポンサーさんだったりとか、うん、行政とか地域とか、うん、いろんな人がいるんで、うん、面白いんですよ、いろんな人がいる、いろんな取り組みをしてる、でもそれを知って、うん、FC 東京だったらこういうことできそうだなとか、うん、逆に FC 東京できなかったイメージをできるようにするとか、なるほどな、可能性がすごいその無限なんですよ、なるほど、まあ、その中の感じのことがいろいろこうクラブのこともいろんなことやりながら1月4日のルヴァンカップに優勝したわけですね。おめでとうございます。ありがとうございます。バンさんとも会いましたけど、そう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 、さすがだなと思ったのがやっぱりその、うん、もうビップのいる部屋でねあったんですけど、まあコミュニケーションね、コミュニケーターっすか。J リーグのコミュニケーターですね。 J リーグコミュニケーター、ね、うん、俺別にねコミュニケーションしてるつもりじゃないんだ、うん、ただ単に話してるだけ、うんうん、だ雑談してるだけ、 それが大事じゃないですか、うんうん、まあまあ ねだからそれこそうちのねスタッフだったりとか、なんで話してるんだろうと思って。いやだから俺基本
的にやっぱさ、人とこうやって話したりとか、まあご飯食べたりするの好きやからさ、うんうんうん、だからそれで別にその、それがどうなるこうなるなんて、そう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 、シンプルに考えてないからさ、わかります。ただ単に、ああこの人おもろいな、また飯行きたいとか、うんうん、ただそれだけ。でそれがまあなんか今ずっとやっていってるっていう感じやな。あーでも一緒ですね、感覚的には。あのじゃあこれをするためにこうしようしようっていう戦略を練ったりとか、でもなんかそういうつながりとかご縁とかで、コミュニケーションを取っていて、あ実はそういうタイミングだったらこういうことができますよとかっていうのがなんか重ねなり合うと、それが一つの形となって価値となって届けられるっていう、そういう可能性をコミュニケーションを通じてやっぱ秘めてるので。そうね、まあバンさんの今話してた、そうね、コミュニケーションを取った中でつながってたのがね、CC やな俺も。じゃあ、いや間違いないです、あクラブじゃないか、俺クラブじゃない、JC JC いやもうオリンピックみたいなって思ってるJOC JOC とかになって思ってるやんじゃあ今後はさ、まあ言ったらその、まあ今クラブの、コミュニケーターとして2021年やったら4年なわけやん。そうですね、やっぱまあ4年やったらまあいろんなことも見えてくるわけやん、うん、で個人のこうこともやりながら、はい、で今後どうしていくかみたいな、うん、FC 東京のクラブコミュニケーターの石川直弘はそうやけど、石川直弘、うん、人間自体としてはどういうふうにいくのかみたいなのはさ、なんかあんの自分の中のイメージは。いやもう毎日笑顔でまあそれ大事やな、毎日が大事やな、っていうところにやってることが行き着けばいいかなと思ってて、僕全然あの、まあ、クラブコミュニケーターという形でね、うん、あの役職いただいてそれをね、うん、仕事全うすることも大事なんですけど、うんうん、全然肩書き何でもよくて、例えばうちにいるんだったらどの部署であっても、じゃあこのクラブを良くするためにどうするかとか、じゃあそれがやれることが増えていってサッカーが良 くなるとか、うん、そうね、世の中のなんか元気や勇気につながるとか、そうね、そうね、っていうところなんで僕の行き着くところ、うんうん、そうやな、なんかそれが正直言って別にいいです、うん、役職とかどうなりたいとかっていうのはあんまりないです、ね、なるほどな。まあなんかそのクラブって言ったらなんかちょっと限定されんちゃうかなみたいなのもさ、うん、なんかちょっと思ったりするわけ。ああなるほど、うん、でもまあ今はすごいいいバランスでやってて、でまあ将来はまあ FC 東京ももちろんいろいろやりながらやけど、こういうのになりたいとかこういうのになっていきたいみたいなんてあんの。なんかいやー、海行けてればいいですけどいや、サッカー界としてサッカー界は僕の中でなんで今その現場に立たないで、うん、今そういう立場でやってるかというと、うん、まあ、これもよく話をするんですけど、うん、まあ、サッカーって人育てると思いますし、うん、すごい教育的な部分にもつながる部分なんですけど、例えば優秀な監督、うん、コーチがいて、うん、目の前の選手に、うん、伝え方ももちろんあると思うんですけど、うん、まあ、10全てのいいことを言うって難しいですけど、うん、じゃあ8これをこう聞いてくれ、うん、これを実践してくれ、うん、自分で消化してくれ、うん、っていうような声掛けをしたときに、うん、感度のない選手だったりがそれをこう聞いたときに、うん、1とか2しか吸収できない人間だったら、うん、どんだけいい監督とかコーチが言ってるのって言っても、うん、まあ、その言葉を投げかけることで変わっていくこともありますけど、うん、でもそもそももう子供たちがそういう話をバッてこう聞いたときに自分の中で言葉でしっかり話ができる、うん、なおかつ感謝も持てる、一生懸命取り組むチャレンジする気持ちもある、うん、の中でその言葉をしっかりと自分ごととして捉えて、うん、受け入れて、うん、こう形にしていく子たちが世の中増えたら、うん、これサッカー選手であっても、うん、違う競技であっても、うん、まあ、スポーツしないで、うん、あの仕事をするにして、うん、めちゃくちゃなんか素敵な人たちがいっぱい増えそうじゃないですか。そうね、だからそういう子たちをどういう風に育てるかっていうかが僕は一番なんです。だからその中でサッカーでできることももちろんあるんですけど、じゃあサッカー選手にしていくためにはその前の段階の子供たちがその価値をしっかりと持って感謝を持って生きられる人間がどれだけ増えるかっていう究極の僕はそこがもうなんかもうよう分からんわ、大きすぎてよく分からん。なんかもうまあまあ教育とか、うん、そのまあ子供たちとかそういうのも結構やっぱりなんか大事に思うって感じやね。そうですね、僕はだからサッカー通じてそういうこと感じてきたんですけど、うん、これが早ければ早いほど小さい頃からいろんな指導を受けてる人たちいるし、そうやな、だからそこの指導を受ける前のところ、まあこれってだから日本のその学校教育もいろいろと変えていかなくちゃいけない部分ももしかしたらあると思うんですよ。それをどういうふうに変えていくのかとかっていうのも、うん、なんでこれが価値を上がってこうしなくちゃいけないのかってすごい大変なことなんですけど、でもそういう思いを持ってやっぱチャレンジを続けることがそういう人たちを増やしたり輪が広がると思って自分は点を打ってるんですよ。点は打ってるらしいですわ、はい、点を打ってこれから線にしてね、うん、なるほど、面にしてサッカー団で球にしてほー
でも点と面だけだったら9にはならへんのじゃん。なんかもうガッタガタだガッタガタだったのに、まあそれをうまいことやるということやね。バンさんはどうなんですか、実際に自分のビジョン。いや俺はね、辞めた時にまあなんか、あ、何しようかな、何したらええんかなみたいな、やっぱ目標はあんまなかったから、うん、それこそその講演とか何回かやったりとか自分のことを話す機会が増えた時になんか目標は持ってたなと思う。日本代表になりたい、うん、そうですね、 J リーグ、Jリーガーになりたいとか、まあまあこれが最初や。だからまあそのやっぱサッカー界良くしたい、うん、これがもう一番の願いや、やっぱ、うん、こう多分みんなあのそうやって思ってると思うから、うん、そのためにはなんか自分が分かりやすい目標に向かって走ろうと。だからその目標があったらなんかいろんな話が来て、うんうんうん、もうなんか解説バンドうるさいとかなんかもうおもんないおばんざいやなんか全然あかんやんとか、でもいやもう俺はもうこうもうそのために走ってんねやってこう耳をこうしながら、はいはいはい、みたいな感じで、まあやっぱその J リーグ良くしたい、サッカーが良くしたいって、じゃあ J リーグってじゃあどうやって良くすんねやって言ったら、みんなで良くするんやけど、まあチェアマンになったらなんかこっちかこっちかとか言ったら、うん、いやじゃあこっちで行こうよとかって言えるものやとしたら、うんうん、チェアマンに一回ちょっとなってみたいなと一回なってみたい一回なってみたいっていうか、そこを目指してまあまあね、まずそこを目指して走ろうと、うんうんうん、だから俺はもうここ点打ってここ点打ってここ点打って線にして面にして、うん、球体にして、うん、みたいな、もうそんなことはもう俺にはできひんから。あ、なるほどね。もうとりあえずもうそこに走るみたいな、はい、結局じゃあ J リーガーになって日本代表になって、でまあワールドカップとかにもちろん俺も出れへんかったけど、でもその目標に向かって走ってた時って、うん、なんかやっぱ何も考えずにただその目標に向かって走ってたからさ、うん、それってなんか終わった時にあやっぱ幸せやったなと今思うわけよ、うん、突っ走ってくるなと、うん、だからもしそれが慣れへんとかどうとかでもやっぱ目標に向かって突っ走ろうと、まあ、突っ走ってどうなるか分からへんけど、うん、とりあえず突っ走るんやと、うん、っていう今やな。なるほどねそれは YouTube もそうやで、うん、これがこれがやってじゃあね何万人になったらどうなんやとか、もう再生回数がどうやいやこれ細かく言うとさ気になることはあるよでももうとりあえずはもう YouTube やるのもこういろいろ話する勉強にもなるし、うん、人が増えていてどうなるか勉強にもなるし、それのもう延長線上や、とりあえずもうチャレンジみたいな感じ。ああいいっすね。でもね、そうやね、そういうところがあって走ってる姿が自分にあるっていうのを、僕はなんて言ったらいいんだろうな、うん、現役の時はそういうタイプだったんですけどね、うんうん、で今はあっち行ったりこっち行ったりしながら、うん、で僕はあっち行ったりこっち行ったりするのが僕嫌いじゃなくて、うん、なるほどなるほど。で怪我した時もやっぱりいろんな試行錯誤するじゃないですか、うん、で試行錯誤しながら例えば復帰っていうところに対してこう目指すじゃないですか、うんうん、でもこう行くと触れる場所が多いじゃないですか、うんうん、こうまっすぐ行く、うん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 、一直線で行けたらいいですけど、うんうん、そうじゃない中でこうやって右往左往しながら、うんうん、工夫しながらやって、うん、でこのなんか触れ合う場所が多ければ多いほど自分にとって の, そのまたエネルギーになったり、なるほど、ね、力になったりとか、あと知識になったりとか、だからいろんなことをやりながらこう右往左往して僕はいいと思っていて、うん、まあまあこう、はい、波乗りみたいな、波乗りのようにな波乗りのようにな、身を委ねながら、うん、そういうちょっとマインドもあります。なるほどね。だから突き進むってことももちろんすごい憧れですし、うん、講演でも言うんですよ、うん、夢目標を持つことが大事、うんうん、でもなんで大事かって、うん、夢目標に向かって積み重ねができるから大事なんで、なだから目的とその手段じゃないですけど、うん、そこがしっかりこう目的がある中で一つ一つ点を打っていかないとっていうのを言いながらも、うん、いや俺 そういう今夢目標ってって落ちる話すんですよ。そうね、だって、うん、みんながみんな夢目標持ってる子がいるわけじゃないんですよ、うんうん、そうね、最初から夢目標の話ってなったらみんなこうなるんですよ。そうそうそう、だからもう最後僕は、うん、今そういうはっきりとしてる夢目標ないですけど、うんうんうん、自分を信じて自分をやれることを積み重ねて、うん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 、っていう風なことをしていけば、うん、なんか自分が見えてくるんじゃないかなと思って今チャレンジしてます。そうね、まあだから辞めてセカンドキャリアと言われるもんってさ、それぞれあるやん。でもやっぱさ、それぞれみんなが自分のスタイルで思うようにやっぱり進んでるなとやっぱ思うわけよ、うん、健吾にしてもそうやしさ、うん、みんなそうやん。なんかだからやっぱ自分らしくなんか進むみたいなのがなんかね、そう、自分らしくだと思います、ね、自信を持って。だってもうそれぞれ顔も違えば性格も違うし、うん、それさ、ロンゲロンゲであと引退してもう40にもなろうと思ってんのにロンゲやっていう人もいるし、いや北沢さんなんかもっと長いからもっと長いからもうその一生その髪型でいくの、まあ言ったら分かんないです。でもまあ落ち着くは落ち着くんで、うん、でもいつだっけな、うん、ガンバの試合に行った時かな、うんうんうん、アウェーで、うん、ガンバのサポーターの方がこう言ってきて、うん、あ、北沢さん北沢さんと間違われた、北沢さん間違われた、もう光栄ですっつってね。いや北沢さんはもっと金髪ですからまあまあそんな感じでちょっとこのまま一回ちょっとじゃあおばんざいやからなおにちょっと卵焼きを作ろうかな。
俺はね、この玉焼きが美味しいみたいな玉焼き俺の中ではあんねんけど、ナオの玉焼きってどうなんの？実は僕、うん、卵嫌いだってあ、もうあかんやん、もうやる前からもうじゃあ今は食べるんですよ。あ、そうな、あ、そう、あ、そういうことね。え、生玉、ま、あ、卵焼きで言うとそのどんなスタイルなの？そのちょっと甘、甘い、俺はちょっとどっちかって甘いスタイルやん。で、それを甘いスタイルを久保達さんに出したらもううまいうまい言うてくれて、なおはどういうスタイル？僕は逆に甘くないタイプ、うん、あ、そうなんや、はい、じゃあもうあかんやんいやもう一応甘いやつにしようかな思ってんねんけど、でも最近食べてないですね、甘いの。しかも卵焼きっていうの。もうそうなん、じゃあちょっとじゃあ作ってみようか。ぜひぜひな。そう、とりあえず3個ぐらい、3個ぐらい。これこんな、あ、いい音してるな。こんなゲストに取らしてな何してんねんみたいな感じだけど、石川さん、はい、見てくださいこれ。ここにこうやって入れますから、こうやって入れますから、これこうやって入れますからね。スペース入ってきましたね。そうですよ、スペースに入ってきたわけですよ。これはちょっと今日はナオが甘いのはそんなにやとか言うから、うん、ちょっと若干薄めというか、うん、俺は結構ほんまに甘くってみたいなやつが結構好きやね情熱おばんざーい。結構ええ感じじゃんね。うん、うん、どうですかこれ。いや、すごい。え、湯気まで映ってますよ。いや、じゃあ言ってくださいよ。いい先輩、お母さんみたいな気持ちなのどうなのみたいな、美味しいのみたいないただきます。いただきますか。いただきます。もうちょうどいい甘さ。ちょうどいい、うん、ちょうどいい思ってた。僕はすごい甘いのかと思って、ちょうどいいっす。美味しい、美味しい。何もつけなくてもこのままもうバッチリ売れる。いや嬉しいわ。あ、でもちょうどいいっす、ちょうどいいな。うんうんうんってなりますね。うん、じゃあまあそんな感じでそんな感じで、いやちょっと楽しみですね、まあ、とりあえずまあ一回ちょっと今日の、おばんざいや万歳談、今日は石川直弘でした。直弘さん、直弘クラブコミュニケーター。おお、言えましたね。じゃあそれでは終わりの掛け声をやりたいと思います。ここでいいですか。うん、ここでいい、ここでいい。いくぞー。あー、1、2、3、おばんざい。